じゃあロゴだ。ナマステバリー。ナマステバリー。どうもショウコです。なっちゃんです。今ですね、僕はインドのデリーのコンノートプレイスというところに来てます。見てください。まあちょっとね、今インドデリーは雨季なので、雨が降ってるんですけども、今から僕はちょっと買い物に行こうと思ってます。出ました。買い物。はい。まあ市場でですね、ちょっと服を買いに行きたいなと思ってますので。ハリカバザールっていう闇市がコンノートプレイスの地下にあるんですよね。ハリカバザールね。そうそう。まあ、ちょっと早速ナンちゃんとそこに行ってみたいと思います。行きましょう。チャロ。チャロ。見てください、こうやってね、露店がいっぱいありまして、まあ、たくさん、まあ、いろんな服とか装飾品とかね、路上で売ってるんですよ。ガネーシャたくさん、すげえね、めっちゃあるね。人もすごい多くて、ね、めっちゃ人いるよね、これ。はい、コンノートプレイスは結構観光地としてもすごい有名だから、デリー来た時はぜひ来てみたらすごい面白いと思いますね。だからサムソライトとか、はいはいはい、バーガーキング、バーガーキングね。さあ、もうそろそろハリカバザールに着くかなって。そうだよね。どこにいたんだ、どこだろう。ちょっとまさか聞いてみて、誰かにハリカバザールどこか。Excuse me? Your name is Harika Bazaar. Harika Bazaar. Thank you. まっすぐ行けば丸そうなんで、行ってみます。俺たちも初めてだから結構楽しみだよ。確かにね、俺も行ったことないからね。結構噂によるとすごい暗くて、でめっちゃ追っかけられてパチモンだらけで、でザ・ヤミーチみたいな感じらしい。金を払わないと中に入れないんだって。え、そうなの。そう、知らなかった。これ金ねえな、そういえば。俺もちょっと確かめなんだ。ついにパリカバザールの入り口に着きましたんで、ちょっと今ここから、まあ、このゲートを抜けてですね、地下に潜入したできますんで、早速行ってみましょう。はい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 、感じ。もうここをちょっとばかりの営業、ね、全員が声かけてくる。ほらもう見て、もう全員こっち声かけてくる。まんまみんなこっち見てる。T-shirt!I have no girlfriend. Honestly, I know. I have no girlfriend. なんか女の子の服勧められてるんですけど、300で彼女の服買えるぞっつって。300 only 300. I have no girlfriend. シクリア。彼女いないんで断る。Only 300.でもすごいですね、いろんな店が、めっちゃいろんな店ある。閉めた。なんかもう全部店で。全部店。心狭し。ずっと店。はい。うわ、おしゃれ、何これ。あ、パフューム。あ、香水。香水。ナチュラルパフューム。ナチュラルパフューム。ナチュラルパフューム。メリメリア。人口、ジャパン。ジャパンになる人口。人口って何？知らん。いやでもすごいグッズね。グッズね。グッズネーバー。すごいいい匂いですね。ちょっとまた待ってから行きましょう。ビャクダって何やろ。初めて聞いた。何これ。木じゃん。ジャパニーズラギベージ、what do you do?
わかんないね。何なの？じゃあ白だ出るの？白だ。ちょっとよくわからないですけど、すごいいい匂いです。OK。いや、面白い店長さん。面白い。まあ、ちょっと今パリカバザールの中心地っぽいところに来てます。中心地だね、はい。まあ、皆さんちょっとお買い物に疲れたのか、ちょっと座って休憩させてますね。ここでみんな地べたで座ってるね、中心に。新しいですね。新しい。まあ、なんかパリカバザールはね、各お店にその番号が振り分けられてて、まあ、それぞれの番地が分かるようになってるみたいです。確かに25、6とか27とかね、あるみたいね。ちょっと僕はね、服が欲しくて、でそれをちょっと今見てるんですけど、まあ、いろんな柄物の服があってすごいですね。見てて楽しいです。あ、見てこれ、オリジナルフェイクってもうどっちかよく分かれへん。オリジナルなのかフェイクなのかね。いい T シャツを見つけました。ただまあおなじみスプリームですけど、150ルピーって感じですね。150ルピー。グッチもあるよ、グッチも。あ、マジで、ほんまや。グッチも150ルピー。ほんまや。なんか欲しいのあった？いやちょっと俺1個あって、こうなんかこういうね、ちょっとなんやろ、南国っぽい、はいはいはい、シャツ俺欲しいなと思ったの。これハマチですこれ。650。エクスペンシブじゃない。インディアンマニー。これ300でしょ。 No, don't have a bargain. I have also very good price. Big price, good price. I make the discount, but no bargaining. So, I make discount. いくら？ 650 minus 10% 585. You keep. だって。Make it 580, okay?ちょっと高いっすね。一回ちょっと退散しますか。うん、ちょっと高いね。Purchasing for Japan there is very costly. Yeah, but でもユニクロ is cheap. ユニクロ is cheap. Listen. Excuse me, please. One minute. If you want for that one, say best price. You previously told me the 400, right? For this. So if you say that, I will purchase this. No. 450. No. This is also similar price. バチバチや。Do you want to watch the video? You like it for that?オッケーです。450ルーピーにて落札です。ありがとうございます。はい、ということで、はい、パリカバザール行ってまいりました。出てきましたね。はい、いや、やばかったね。いや、すごかったね。なんかめっちゃ薄暗いし、歩いたらインド人めっちゃ手触ってきたり、腕引っ張ってきたりさ。もうね、客入りがすごくて、ヘイブラザー、ヘイブラザーですね。こっちが圧倒されたけどね。まあでもね、僕はこういうちょっとアロハっぽいシャツが欲しかったので、まあ、初めね、650ルピーって言われて、で値下げした結果、200ルピー値下げしてもらって、450ルピーです。450ルピー買えたね。なんか、一回450ルピーにしてくれるって言ったのに、もう一回行ったらさ、なんかめっちゃ高い金額かけられた。あ、そう。なんか元値で買えてくれた。で、なんか一瞬喧嘩っぽくなったよね。そう。で、俺その時に、いや、ビデオ撮ってるから、後から見返したら、お前分かるでって言ったら、あ、じゃあ450でって言って、俺それ言ったんですよ。だから許してくれた。まあね、パリカバザール自体はすごいいろんなものがあって、行くだけで面白かったので、ぜひ皆さんね、デリーに来た時はぜひ行ってもらいたいと思いますね。そういうスリとか危ないところはちょっと気をつけて行っていただければと思います。客行きがちょっと強引なところがあるので、そこだけ気をつけてもらえばいいと思います。そうだね、はい、はい、じゃあこの動画いいなと思った人はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、いいねもよろしくお願いします。はい、はい、ではまた次の動画で。チャロチャロ、バイバーイ。今日は見てくれてありがとうございます。この動画がいいねと思ったらチャンネル登録、いいねとコメント、SNS のフォロー、よろしくお願いします。